5 nights at Freddy's どうもみなさん、こんにちは。うまけもチューバーのエクースです。今回やっていくゲームはこちら。このゲーム、フナフの愛称で知られるホラーゲームで、シリーズ1作目が発売されたのは2014年。 それ以降ナンバリングとかスピンオフも含めて現在まで12タイトルがリリースされているめちゃめちゃ人気のシリーズですね。で、今回やっていく1作目のブナイズアットフレディーズストーリーを簡単にお話しすると主人公はピザの主人公はピザ屋さんで働く夜間警備員 しかしこのピザ屋さん普通のピザ屋ではなくて夜中になるとマスコットのロボットたちが一人でに動き出しプレイヤーを襲いかかってきますなのでその人形にやられないように夜中の12時から朝の6時まで生き残るそういったゲームになってますただねこのゲームに出てくる マスコッットトのロボットたちですねつまるところこいつらアニマトロニクスまあ簡単に言うと獣型ロボットっていうことですよねでこのストーリー私なりに解釈するとピザ屋の夜勤業務に励む中獣型ロボットたちがその仕事の疲れを癒すために 毎晩事務所までサプライズ訪問して退屈な夜勤業務に刺激と癒しをお届けしてくれるというめちゃめちゃ心温まるホラーゲームということですね。なので早速やっていきましょうか。どれだけこの子たちが私に癒しを与えてくれるのか楽しみです。さあやっていこう。ニューゲーム。ああ、この子ね。この子が なんだっけこのクマさんの名前がフレディなんだっけ実はね、私、このゲーム少しだけやったことあって、どれぐらい前だったかな多分ね、大学生の時かなんかにやったと思うんですよ。で、その時はね、スマホのあのちっちゃい画面でやってたんで、あんまりね、ちょっとよくわかってなかったんですけど、 おなんか電話、あ、そうかそうか、なんかこういう電話かかってくるんだっけ、最初。あー、はい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 。<laughs> 音質ガサガサだな <laughs>。一応ね、この、ま、電話っていうより、なんか録音らしいですね。この録音で、この、ま、夜間警備のお仕事の説明を、長々とこの人がしてくれてるっていう、そんな感じらしいです。 ただね、音質ガサガサすぎて、半分以上言ってることがよくわかんないんで <laughs> あんまり、あんまり気にしなくても多分大丈夫だと思う。で、前にね、私がやってた自分自身の記憶を、なんとかこう、探っていくと、確かね、確か、なんだっけ、これか。そうそうそう。これでお店の中の監視カメラが見れるんですよね。 で、ショーステージ。で、こっちが、ダイニングエリア。まあ、みんなでご飯食べるとこですよね。にしてもなんか、これ椅子の数すごいな <laughs>。すごいなんか、でかいピザ屋だね、こう見るとね。一体何人かけられるの、これ。5、60人ぐらいはなんか,かん、ね、楽に座れそうな椅子だけど。すごい、日本じゃ考えられないよね、こういうピザ屋さんってね。外国だとさ、こういうお店の中でピザを食べるっていうことがあるけど、 日本はどっちかというと宅配がメインだもんね。で、ここがそのお食事所でしょで、これな、パイレーツ工部。なんだ、海賊エリアかなもうちょっとよくわかんないね。なんだ、ピザ屋の中に海賊エリアって <laughs>。で、バックステージ。これ、控え室みたいな感じか。あー、で、ここの人形さんの、なんか、替えのパーツみたいなのがしまってあるのかな、ここに。 で、関係者以外立ち入り禁止って書いてあるね。で、レストールーム。あ、これおトイレか。はい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 。女子トイレ、男子トイレ、ちゃんと両方ありますよと。で、ここは備品庫かな備品庫があって。あ、で、こっちが西側のエリアか。で、自分がいるのがここですね。で、 夜,に夜遅くなるとここの人形たちが動き出してちょっとずつこの自分のいる拠点まで近づいてくるみたいなんですよねで人形が近づいてきたらドアを閉めるってい至って簡単なルールでたまにライトをつけたりしてもう間近まで人形が迫ってるとこれで見えるっていうね感じらしいんですよ まあらしいんですよって言っで自分で昔やってんだけどさ <laughs>。やってるんだけど <laughs>。あのね、あんまりよく覚えてないよね。あー、なるほどね。セーフティー、安全のためのルール。走るな。ドンと言えるってなんだこれ。わかんねいなんか、叫ぶな。<laughs> なんかいろいろ書いてあるね。これ。あらあれ一人いなくないか どこ行ったあれなななんか1人いなくないくもう動く一応こっちちらっと見とこうかうさぎさんがうさぎさんいなくなったねうさちゃんうさちゃんいるここにこれうさちゃんかななんかノイズがすごすぎてなんかよくわかんないねどこにいるのかどこ行っちゃったのあら一応チェックいないかもう動くか で、あとそう、左下に数字あり、にゃん <laughs> 左下に、ああ、もううぜえな、これ <laughs>。左下にさ、数字ありますよね、パワーレフト。で、これが一応、勤務時間中に使える電力らしくって、100%から使、100%からスタートして、私ずっと監視カメラで遊んでたんで、もうすでに残り半分しかないっていうね。ただ、 これを夜中の12時から朝の6時までのまあ、賞味5時間かな5時間の間でまあこの100%の電力を使ってここを閉めたりでドアを閉めたり監視カメラ見たりすると電力の消費が上がるんでうーっとくまちゃんこっち向いてたね今ねあれくまちゃんこっち向いてたっけ最初からでなんか今ひあれだな こいつとこいつがいなくなってるから、そいつをまず探さんとい,いかない。なんかいるね、ここにね。ここに一人い近いな、お前。<laughs> めちゃんこ近いとこにいるな。で、残りあと3時間ね。残り3時間で、まあ、電力50%だから結構余裕ですよね。ただこれ、日数がどん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 進むにつれて、この人形たちがね、だんだん容赦なくなってくる感じなんですよ。 なんかかもうガチで殺しに来るのか結構もうちょっと監視カメラをこう見てるだけでカメラをバッて戻したらこうギャーって人形たちがこんにちはしてくるっていう感じねただ初日の夜だからまだそんなに絶対クマちゃん今こっち見てたねあの人ね <laughs> 絶対クマちゃん違うよね向きがねさっきとね 一応ちょっとチラチラ見とこうか。でさ、ウサギさん、ウサギさんは確かあそこのホールのところで一人ぼっちでなんか遊んでたけど、いるねまだね。ひよこさんどこ行っちゃったひよこいなくなっちゃったわ。あいつ帰ったか <laughs> こいつ帰ったな、どうやら。なので、あとこいつだけですね。で、ウサちゃんと、で、ここのくまさんはね、あ、いたいたいた。思いっきりいた、ここに。重くそいたわ。 だここ多分覗いて、チラってこっち見ると多分正面にいますよ、ウザちゃんが。ウザちゃんいるね、立ってるな、それ。で、あとこのへ。ああ <laughs> 近, <laughs> 近くないかよ、お前 <laughs>。すごいなんか、めちゃめちゃカメラとの距離が間違ってたけど。すげえな、さすが、ここのマスコット、カメラの位置、完全に把握してるな、いなくなってるわ。いなくなっちゃったね。 でね、この辺とかこまめにチェックしとかないと、もうこのまじうわあ近いお前はいちいち近いね、顔がね。どうしたその顔は。どこ見てんのお前。<laughs> ちょっとこっち見てるね。あ、私のいる方向見てんのか。そんなに会いたいか。まだいるな、そこにな。うさちゃん、お前らずっとそこにいるんだな、二人とも。まあ、一日目はこんなもんか。多分ね、この辺は全然進展がないはずなんだよな。 いやでもなんかさ、残り30%残ってるから電力ちょっと無駄遣いしたくなっちゃうよね、こうやってね。<laughs> なんかさ、なんか悔しくない ?100% 用意されてて、ちょっと残して勤務時間を終えるの。なんだったらもうね、全部使い切って勤務を終えた。おーえー、うさぎさん、こんにちは。お前もすごいね。その角度気に入ってんの、お前。お,お前ら二人ともそこにいんのかもう挟み撃ちじゃん、完全に。<laughs> 罪だわ、これ。もう開けたら死ぬ、ここ。 いるなぁ、見てるなクマちゃんはまだいるか、あそこに。すごいよね。お前、その角度自信あるんだね。斜め右45度に自信あるタイプか。お前は相変わらずカメラとの距離感を間違ってるんだよね。もう半分見切れちゃってるもんね、顔がね。ってことはあ、いた <laughs> そう。こんな感じで覗きに来るわけですよね。ただもう今、閉めてるからね、もう余裕ですよ。 で、残り電力8%でしょ。まだいける、まだいける。お前ずっとそこにいるもんな。で、うさちゃんはうさちゃんはあー、うさちゃん見切れちゃった <laughs> ごめんね <laughs>。最後、最後、うさちゃんの顔見せて終わろうかと思ったけど、半分くらいのところで終わっちゃったね。まあ、無事に1日目の勤務を終了したということで、2日目ですね。 まあね、これだけもうここでずっとぼーっとしてればいいだけだから、仕事としては余裕ですよね。またなんかしつこく電話かけてくんな。なかなか撮らないね、この人ね。で、こいつらは相変わらずまだ動かない。で、さっきの感じからすると、ああやってずっと監視カメラを見てると、もう早々に電力が。 どどんどん,どん,どんなくなくくっていくで電力も確かに日にちが進むにつれて消費量が上がってきたような気がするんですよなのでこの辺からはちょっとずつ考えて電気を使っていかないとどんどん間に合わなくなっていくっていうそういう感じだねでもこいつはんかさもうちょい顔可愛くできなかったのかって感じがするよね <laughs> なんか。 <laughs> マスコットにしてはさ、ちょっとこれトラウマになるよね。ましてや、こいつやばいもんな目が。目の周りのむくみ方が半端じゃないけど <laughs>。なんか、たらふく飲んで二日酔いの朝みたいになってるな。目元が、おーおー、ウサちゃんどこ行ったあうウサちゃんがいなくなってる。ウサちゃんウサちゃんどこ行ったのあーあー、また一人でどっか行っちゃったわ。まあ、とりあえずほっとこう、ウサギは。 さすがにいないよね。いないよね。で、確か、なんだっけな、ここの3匹以外にもね、なんかいた気がするんですよ、どっかに。敵が。まだ2日目だから来ないか。でもさ、この3人さ、多分、こことここ仲いいんだよね。でも絶対ウサギさんさ、他の2人と仲悪いよね。だってこの距離感がさ、すごくない <laughs> なんか。 くまさん、ひよこさんのここの距離感の倍距離取ってるからさ。でしかもこいつだけ見てる方向違うしね。多分なんかね、これちょっと内々でギスギスしてるよ。誰が一番人気かで。ねえ。お前も可愛いと思うけどさ、でもやっぱり他の二人からすればね、きっと多分んはぶられてんだろ、お前。だから一人でいなくなっちゃった <laughs> うさちゃんうさちゃんどこ行っちゃった俺らに近いね、お前。 お前瞬間移動すんのか見てるもんね、あいつね、ずっとね。ごめんね、はぶられてるとか言ってごめんね。でも確実にさ、お前なんかあったよね、ここの二人と昔。そんな感じがするよ。あいつずっと見てんな。で、今夜中の2時でしょ夜中の2時で、残り電力がだいたい70%ちょっと。まだ見てるな。とりあえずちょっと他のとこ見ようか。いないか。大丈夫か。OK。 結構ねこのカメラを他の位置に動かした瞬間に移動する感じみたいでもうちょっとこのカメラを見てないうちにいるかないないかいないねどこ行っちゃったあらうさちゃんすごいめちゃめちゃ近くまで来てたのにどこ行っちゃったの照れちゃった一応この両サイドのライトは定期的にチェックしてこれさここにうさぎがいんのか何がいいのかよくわかんないよね ちょっとこのカメラ見づらいよな。なんかさ、もうちょっとさ、今 4K 画質とかさ、なんかいろいろあるんだからさ、カメラもさ、なんか 8K とかにすればいいよね。そうすればなんか怖くないのに、な、雰囲気として。ああ <noise> やってくれたな、あのバカウサギ。ちょっと本気でいきましょうか。なあ、お前。 やってくれたよな随分ととりあえずここは定期的にちょこちょこ見といてでもさあさっきどのタイミングであいつ近づいてきたんだろうねだってカメラ見る前にさ私こっちチェックしたじゃん1回でいなかったでしょでカメラ見てちょっとぼーっと見てるてすって戻したらうさちゃんこんばんはだったもんね やばいな。まあでもそういうことなんですよね。このカメラをちょっと見てる間が一番隙ができる時だから、よほど安全な時じゃないと、あんまりじっくりは見てられない。ただ、これを全く見ないっていうのも、まあ、戦略としてはありなんだろうけど、正直実況の、 実況するという意味では最悪だよね <laughs> この <laughs>、このひたすら扇風機がぐる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 回るだけのこの絵をずっと見続けるっていう。今回ちょっと1時ぐらいまで粘ってみようか。カメラ使わずに。でもさ、この事務所もよくよく見るとさ、こうやって、なんか、なんだろうね、これ <laughs>。へったくそなだけど <laughs>。多分なんか、ここの、 ピザ屋さんに来てなんか楽しくいんない二人いないぞ二人いないぞどこ行ったおいおいどこ行ったお前らなんだお前うんあれこここんなんだったっけまあ、いいやよくねえな <laughs> 絶対よくないな <laughs> なんかいるなこれてかさ待ってどこ行っちゃったみんな多分ねうさぎさんらしき 影はここにいるでしょでひよこさんがいなくなっちゃったなひよちゃんひよちゃんおらんくなったねひよちゃんどこ行ったうさちゃんここにいるもんねクマちゃんクマちゃんクマちゃんクちゃんずっとあそこにいるねあいつ動かないんだっけ なんかほとんど覚えてないわ、こうやると。やることはね、結構単純なんですよね。こうやってカメラをちょこちょこ見つつ、敵の動きを警戒してやばくなったらドアを閉めるっていう。んまだああああ誰だ、あいつ <laughs> なんか来たぞ。 <laughs> なんかここか <laughs> ここのやつかなんかめちゃ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 なんかガンダッシュしてこっち来たけど <laughs> なんかプチパニック起こしたわ今ああいうのもいるわけねでもなんかさこう見るとなんか昔いたような気がするわあんな 多分ここからじわじわ出てきてたんだね。で、みんなとこ行った。ああ、早速、うさぎさん、うさぎさーんいるねお前、気まずくなったか。とうとう、熊とヒヨコと一緒にいるあの空間に耐えられなくなったか。そうだよな。昔いろいろあったもんな。もうその確筆がここに現れてるもんね。うさちゃんずっといるねとりあえず最初に動くのはうさちゃんか。 ああ、でも結構電力の消費早いな。もう15%使ったのか。でもさ、正直電力の一番の無駄って多分これだと思うのよ。<laughs> この <laughs>、この扇風機さ、これ消したらどうこれ。こんななんか切羽詰まった状況でさ、ずーっと扇風機使ってるってめちゃめちゃ電気の無駄だよね。うさちゃんいないね。うさちゃんいないね。うさちゃんこれかもしかあ、いるわ。 もろいたわ、この廊下の奥に。なんかムカつくから、この紙くず投げてやろうぜ、向こうに。おお、うさちゃんごめんそこにいたのか気づかなかったわ。でも、ここ覗いたらすぐそこにいるってことね。あいつらも寂しいんだろうな、一人でな。まだいるか。でもさ、これさ、うさちゃんそこにいるのはいいけどさ、多分あそこの海賊エリアもちょこちょこ見とかないと、やばいよね。 さっき多分なんかガンダッシュしてきた、なんかよくわからんあのなんかキツネみたいなんですかあれ絶対あそこから出てきてたから。あ、あ、こんばんはちょっとびっくりしたわ今。うさちゃんはそこにいるでしょひよこさんまだいるかうさちゃんだけかお前だけ寝れないのか不眠症なんだ。くまちゃんくまちゃんこっち見てるね あらら、ひよこさん、こんばんは。ずっと見てるな。お前、すごいカメラ目線だね。毎回毎回、お前はカメラの方をよく見るな。目立ちたがり屋か。いるよね、なんかね。そう、自分が自分がってさ、こう自己主張の激しいさ。っきさ、もうすでに2時ぐらいのタイミングで、あそこの、なんだ、なんだ、海賊エリアの、なんか、キツネさんみたいなのが、まだいるのか、お前、ずっと。ずっとそこにいるな。うさちゃん、どこ行った で、確かね、これ、ある程度敵の襲ってくる方向が決まってて、ウサギは左側、まあ、つまり西側。で、ヒヨコは、東側が管轄だったはずなんですよ。いや、そういうところ、うまいこと、役割分担はできてんだけど、ヒヨコちゃんいなくなったちょっと今変なテンションになっちゃったけど。ウサちゃん、あ、ウサちゃん。おお、まだ、また来たか。お前戻ってきたのか、どうしたやっぱ寂しくなったのか。あと3時間あるからね。 まだまだ夜は長いよーこんばんは、さようなら。で、こっちいないか。とりあえず、うさちゃん。まだいるね、うさちゃんね。一応、ここの陰でね、ある程度いる、いないがわかるんだよね、ほら。<laughs> ちょっとさ、あの顔面白いよね。あ、いなくなった。で、いなくなったら少し安全だから、うさちゃん、ずいぶん戻ったね、お前。もうそんなさ、さみしが。あらら、お前そこにいたわ。 ひよこさんが、ひよこさんお、お手洗いかごめんね。トイレ行くとこだったね。なんか一番見ちゃいけない、見られると一番恥ずかしいところを見てしまった。トイレ入る瞬間って見られるの恥ずかしいよね、やっぱりね。ごめんね、ひよこさん。ちょっとゆっくりトイレ行っといて。で、そうこうしてるうちにあと3時間か。まあ、3時間ないか、もう。3時になってからずいぶん時間経ってるもんね。で、うさぎ、うさぎさん今いた今そこにいなかったあ、いないか。なんかあの影紛らわしくない で一応左右は大丈夫。なんだお前かお前かガッタンガッタンやってたの近所迷惑でしょうが。やめなさい、そういうの。てか寝なさい、もう夜中なんだから。明日も仕事でしょ仕事でしょ、あなた休みなさい、ちゃんと。で、ひよこさんどこ行ったひよこさん今、あ、うさぎさん戻ったね。うさぎさんいじけて戻っちゃったあっちに。に ひよこまだトイレかあごめんねひよこ長いねトイレねこの世界でよ30分ぐらい多分トイレ入ってないお腹痛かったのかな大丈夫かなひよこさん全然戻ってこないねずっう <laughs> めちゃめちゃ近くにいたおうさぎさんがってことは来るよね分かってたよ お前のパターン分かってるお前、ぐいぐい来るな、結構。あれかヒヨコさんが目立ちたがり屋なんで。おお、お前、おい、やっと戻ってきたお前、大丈夫かお腹痛かったのかもう手洗ったかちゃんと。ヒヨコ。お前。お前、ずいぶん長いことしてたってことはお前ぜ、うんちしてたろ手洗ったかちゃんと。いないね。OK。 いなくなったから、一応チェックして、ひよこさんがそこにいたね、今ね。よし、大丈夫。ひよこさんがそこにいるってことは、もう多分この裏よね。あ、で、残り1時間か。残り1時間で、電力が残り20%。一回こっちだけ閉めて、ちょっと、あたり見ようか。うわ、お前もそこにおるんかい。ハサミるちじゃん。 <laughs> もう左右忙しくなっちゃったよこれ左と右にそれぞれ挟まれてるもんなウサギとヒヨコにもう全部閉めてやろうか <laughs> なんならああ出てきたわお前やっぱ来るかあっウサギさんそっちにもとヒヨコさんずっといるんだねそっちにねちょっとさもう一回あのー、あいつの全力ダッシュ見たくない

危ねよしぴったり電気使い切ってやったぞそうこうしてるうちに3日目ですよでもマウスのね初期位置のせいでいきなり開始このカメラ見るのやめてほしいんだよねで今夜も鳴り響く上司からの電話 <laughs> 全然出ないなお前お前結構電話嫌いなタイプかでもね分かるその気持ち私もねこの職場で電話対応ってちょっと苦手でなんかどうしてもさこの電話がプルルプルルってなるとさ3コールぐらいまで粘りたくなっちゃうのよねで3コールの間に誰か取ってくんねんかなっていうちょっとそのはかない期待あららららおしゃれメガネ お前なんかずいぶんいいメガネしてんなお前のことオシャレガネっていうかオシャレメガくんが早速もうなんか顔出してるけど見つかっちゃったみたいな顔してるよね <laughs> ちょっとかわいいそうだから電話対応が苦手でさこの主人公がなかなか電話取りたくない気持ちはよくわかる多分粘りたくなっちゃうんだろうけどこの空間お前一人だからさお前が俺今日ひよこさんからか 今夜はヒヨコからかおうおう、近いね、お前。またお前近いな、随分と。どうした、その顔。トイレ行ってきたか手洗ったかちゃんと。こいつさ、絶対なんか手洗わないタイプだよね、トイレ行ってもね。なんかそんな気がするわ。なんかさ、男子トイレとかでさ、しょんべんしてもさ、なんか手洗わずに出てきてさ。いなんでも手洗わないのさ。いや、じに触ってねえから大丈夫だよって、なんかかたくなに言い張るやつよね。 たださ、直に触ってる、触ってないのか関係なくさ、まずその手を洗うっていう習慣がないやつってどうかと思うんだよね。ねえ、ごめんね。ちょっと言い過ぎた、ごめん、言い過ぎたわ。でもやっぱ手洗わないってどうかと思うんだよね。なんだなんだなんか今、なんかめちゃめちゃ。なんか、なんか、バチ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 ってない今。<laughs> なんか、今カメラが盛大になんか冷笑を受けてたけど大丈夫で、なんかもう。う あなた、ひよこさんのトイレトークをしてる間に、うさぎさんまでどっか行っちゃった。あ、ひよこさん、ひよこさんちょっと後ろ下がったか。あ、ひよあうさぎさんまだいたわ。なるほどね。今夜はうさぎさんじゃなくて、ひよこさんが最初に動きたい。そうか。お前も年なのかなわかるよ。夜中なんかトイレ行きたくなって目覚めちゃう、その気持ちは。もう華麗だよね。だいぶ年だよね、こいつね。 なんかさ、年齢のイメージ的にさ、こいつ30代、40代、60代って感じがするもんね。だそろそろ多分ね、トイレも近くなってくる頃だとは思うのよ。だからまあ、ある程度はしょうがない。ただちゃんとトイレ済ましたら、手洗って、手洗ってから寝なさいね、ちゃんとね。おう、うさぎさんが一人パーティーしてたな、今な。そうか、お前あれか。 ちょっと夜中ゴソゴソ物音がして目が覚めたら横にひ子さんがいなくなって俺はあ,あいつどこ行ったんだろうってちょっと心配になったのかな。なんだかんだ確執はあるけどさ、長いこと一緒に仕事やってきた仲だもんね。それなりに心配はするか。じゃあうさぎさんのためにもひよこさん見つけてやろう。ひよこさん多分またトイレじゃないかな。あいつトイレ長いからさ。多分また夜中のうんちタイムじゃないで気になるのが、うさぎさんなんか近づいてきてないか ちょっとカメラから近づいてきたね。で、あそこのおしゃれ眼鏡よね。あいつが、あいつが多分ね、目を離すと、ここの西側の廊下を全力ダッシュしてきて、まあなんかね、一応この安全のためのルールっていうところに走るなって書いてあんのにあいつは走るんだよね。従業員とは思えないよ、ね。でもあいつが走ってきたら急いで、ここのドアを閉めないと多分行けないっていう感じだよな。 これさ、見るポイント絞った方がいいのかなうさぎさんそこでしょあら、あ、ひよこさんおかえりなさい、うさぎさん心配してたよ。早くうさぎんとこ戻ってやり。おっと、うさちゃんもいなくなったな。でも今夜はみんな結構スローペースだね。まだ全然私のそばまで寄ってきてくんないもんな。なんかそうなるとさ、寂しいもんがあるよね。 あんまりこれ電気 BBB ビやってると使っちゃうからこまめに切り替える。で、ヒヨコはこの奥にいるからまだ大丈夫。で、ウサギさん、ヒヨコがなんか近づいてきたな。ヒヨちゃんがじわじわと確実に距離を詰めてきてるな。でも私が一番怖いのはこのおしゃれメガネなんだよな。正直、手洗わないタイプのヒヨコさんは手さえ触らなければ別にどうってことはないから。あ、ちょっと下がったね。うぅ、ウサギさんが近づいてきたらな,なんかみんなどん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 じわじわと攻めてくるね。 あんまり派手に動くとバレるから今回はじっくり行こうとしてるのか。で、今夜中の3時過ぎですね。もうちょいか。あと半分ってとこだね。ただあと半分折り返し地点で残り電力も半分切っちゃってるから、これはちょっとね、使い方を考えていかないと、途中でなんかバッテリーがなくなりそうな予感がするよ。一応チェックしとこうか。うさぎさんまだそこにいるね。ずっとあいつ斜め右45度だもんな。お前その角度好きなんだ。やべ。 やっべ、なんか、なんか、やばい、嫌な予感話しなかった今。んどこ行ったあ、いないね。でもさ、これ怖いよね。なんかさ、見てない時にさ、こう、うんうんうヒヨコさんが今度そこにいるのか。一応ちょっとさ、あそこの、おしゃれ眼鏡見とく。大丈夫か。んなんだあ、壊れた右壊れましたすいません すいません、右の、右のライトとドア壊れました。すいません、右壊れました。<laughs> どうしよう、これ <laughs>。これさ、カメラ見たら終わるのかなうさちゃん、ずっとこっちいるもんね。これどうしたらいいの、これ。これなんか、コールセンターとかに電話した方がいいのかな店長 店長これ業務上のあれよね私別に悪くないよねここの故障についてはまだいるんかお前ねえ一応労働基準法でありますよねこのなんか業務中に壊れちゃったものに関しては別に責任取らなくていいよって大丈夫だよねここちゃんと労基適用されてるよねのここ全然つかないんだけどここもうずっとおるやんけお前どっか行けよ <laughs> ちょっともうこの職場ダメだなこういうところでもさ全然なんかもう点検とか設備が行き届いてない時点でさはっきり言って会社としてはもうダメだよねあやっといなくなったあいつずっといたな全然もう右機能しなくなっちゃったもん何誰今どんどんしたのん あれかえもしかして今奇跡的なタイミングだった <laughs> なんか <laughs>、おしゃれメガネが走ってくるところでいい感じに私閉め,た閉めちゃったのかななんかそう考えると可哀想だよね。よし今ならいけるってこうダッシュして走ってきたところでドアガッシャーン閉められたらさ、そりゃドア叩きたくなるよな。開けて開けてって。あいつも寂しいんだろうな。でもさ、なんであいつだけさ、あのおしゃれメガネだけここの3人の中にいないんだろうね。 ななんかかやったのかなあいつ本当は昔4人グループだったけどさこいつらの中で確執が起きたかもしくは、まあ、業務中にあのピザの生地で遊んじゃったりしてでそれを SNS にアップして炎上してもうお前らはあ,あ終わっちゃった <laughs> いらん話をしてすぐ終わったわ。